皆さんこんにちは、高橋貴子です。本日はこちらの本のご紹介です。何度も読みたい広告コピーですね。こちらの本も広告の本なんですけど、モノクロでですね、どういうコピーがあって、それに関わる文章があって、どういう思いで書いたのかっていうのが実際のレイアウトとともに分かりやすく載っている本です。これですね、例えば続かない原因はあなたではなく英会話学校側にあると考えるっていう、このあたりが書かれているとですね、英会話でなかなか続かないなって悩んでた方ならまず読んでしまうっていう、そういうリード文っていうキャッチコピーのところと、その後ろに続くものが絶妙なバランスで書かれていくので、そちらをこうね、ご自身の中に取り入れて参考にされていくには面白い本かなというふうに思いますので、これこんな風にねペラペラついてますけど、私もよく参考にしている本なのでおすすめの一冊です。